どうも、小田です。平井です。で、今からね、タージマハルのあるアーグラという街に、まあ、電車で2時間、3時間ぐらいで行けるのかな。一番早いやつで、今回一番早いやつで行くので、まあ、高いやつね、ちょっと取ったんで、それでまず駅に向かいたいと思います。駅はだいたい30分ぐらいということなんで、トゥクトゥクで、トゥクトゥクか、トゥクトゥクを探しましょうか。はい、だいたい100ルピーぐらいかな、感覚的には30分ぐらいなんで、まあでも分かんないですね。とりあえず探して値段交渉してみたいと思います。150ルピー。無事乗ることができました。多分ね、150って200って言われて150で、すぐ OK だったんで、多分 100も行けたと思います。まあでもね、行ったからにはね、もうね、仕方ないです。というわけで、今からとりあえず向かってくれるそうなんで、行きたいと思います。寒い。朝は、インドの朝は寒いっす。駅に到着いたしました。もう寒すぎてね、服着たみたいな感じで、あちらがね、駅になります。まあインドってね、デリーでこう何個か駅あるのでね、ぜひともまあデリー来る方は、まあ、どこの駅から出発するかっていうのをね、よく確認してから移動するようにした方がいいと思います。まあ、それあそこね、見えないと思うんですけども、字幕があって、まあ、今回私が乗るね、ガティマメエクスプレスっていうね、8時10分のやつなんですけど、無事表示ありましたんで、まあ、チケットはこんな感じでもうプリントして、もうそれでなんか乗れるらしいんで、昔私がねインド来た時はこう外国人専用の、これ個人情報載ってるんであんまり見せない方がいいです。はい、ちょっとモザイクしといてください。はい、まあ、以前10年前私が旅行した時はこうチケットをね、当日受け取ってなんか乗るみたいな手順だったと思うんですけど、今はもうネットで変えてしまう時代ですね、インドは。というかインドはむしろ日本より全然なんかこうね、進んでますよね。JR 新幹線のチケットってだってネットで買えないじゃないですか。普通の人はクレジットカード持ってないと買えないじゃないですか。それをまあね、こんな感じで外国人旅行者でも今ではインドはね、ネットで簡単にチケット買えてしまうんで、その点ではインドの方が全然進んでると思います。というわけでまあね、まあ、今何時間前ぐらいですかね。まあまあ時間前なんで1時間前ですね。なんでちょっと早すぎるかもしれないですけど、まあね、駅の中もちょっとブラブラ回ってみたいと思います。私が今回乗るのは8時10分のガティマンエクスプレスというね、12050っていう便になります。プラットフォームは D で5って書いてますね。はい、では行ってみましょう。プラットフォームにそれでは入りました。まあ、こんな感じでね、すごい電車がいきなりね走ってますけど、今回乗るのは私はこれではないです。多分これはもっとローカルなやつで、私が乗るやつはもうちょっと綺麗だと思います。いや、ローカルなやつもすごいインパクトですね。今朝で電車でこう、ね、食べ物が出ると言ってもあと1時間ぐらいあってね、朝食食べてないんで お腹空いてるんで、こんな感じでとりあえずお菓子しか売ってないですけども、まあ、インドのキオスク的な感じのところですね。はい、ここで買い物今してます。はい、100でした。50ルピー、安くないですか。それで80円ってことですよね。安い。というわけでじゃあこれでちょっと朝のお菓子っていうこれしか売ってないね。まあね、僕ね、ちょっとね、許してください。何も食べで、今回私たちが乗る電車が来まして、まあ、意外とね、そんなに綺麗じゃなかったので、一番高いやつ。ちなみに今回の、ちょっと中で話しましょうか、うるさい。まあ、とりあえずね、今私たちが予約した車両を見つけることができたんで、中に今から入りたいと思います。C1 の75と76なんですけど、ここですか。あ、ここですね。
座席に着きました。まあ、こんな感じで飛行機の中の座席みたいな感じがしましたけど、ちょっとねやっぱりインドの電車っていうこともあって新しくは決してないですね。飛行機よりもなんか古めな感じがして、日本でもなかなかねもうこんな電車っていうのはないんじゃないですかね。はい、こんな感じで3人は座席になってるんですけど、僕らの席は 2席になってますね。一番後ろだけ。はい、こんな感じでフットレストもあってちょっと高めですね。それでこう水をね入れるような場所もあるような感じになります。というわけでこれでね行ってきます。ちなみに、ね、値段なんですけども、今回は2人で1100ルピーなんで1700円とか1800円とかで、時間はねだいたい8時10分出発で9時50分到着予定という、まあインドのね電車をよく遅れるっていうことなんですけども、これはねおそらく始発になるのでそこまでね大幅に遅れるっていうことはないとは思います。1時間40分でなんか到着するみたいで、本来だとね普通電車だとねもっと 3,4 時間かかるんですけど、でトントントン止まって、これはもうほとんど止まらないかノンストップかなんで、もう直通でねすごい一番早く行けるような電車をね今回ちょっと選ばせていただきました。短い旅行なんでね。はい、というわけでこれでタージマハルまで行きたいと思います。ちなみにここにコンセントがあったり、まあ、ここで充電するなんてこともできますね。それで今ね30分前なんですけども、もうみんなね座ってるような感じで、現地の人もね、まあ、乗ってるようですね。それで何時間前、1時間前、それともね30分前、いつに来ればいいんだと思ってね、最初なんでね、まあ、1時間前に来たんですけども、まあ、これだと大体もう本当に1時間前ぐらいに来た方がいいとは思いますね。駅を間違ってるというリスクもありますし、まあ座席ね当日トラブルっていうのもねやっぱり考えられますんで、まあギリギリだったら本当に乗れない可能性も十分にありますので、10分前とかには絶対来ないようにした方がいいと思います。もう現地の人も30分前とかにも着席完了みたいな感じの雰囲気になってますね。今ね座席の確認があって、まもなくまあ出発って感じになるんですけども、特にねパスポートとか見せる必要はなくてね、このねチケット今あるんですけども、これもね見せる必要はありませんでした。一応ね座席番号教えてみたいなことで75、76なんですけども、でもねそれね別に言わなくても上に書いてるんで、あとチケット持ってなくても特に座席トラブルとかなければまあ OK みたいな感じにしてるんでしょうかね、ちょっとわかんないですけど、でもちょっとなんかねパスポートチェックとか正直あると思ってたんで、少なくともねチケットの確認とかねそれがなかったのが意外でしたね。まあねもしかしたらまたこれからあるかもしれないですけども、とりあえず今はそんな状況で間もなく出発という感じになります。まあ、横もねとても朝なんで忙しそうですね皆さん。まだ出発してないんですけど、今回乗るやつはね機内食じゃなくて普通の食事もね、まあ、車内食っていうんですかね、電車だと提供されるようで、まあ、こちらね水もいただきました。電車が動き始めました。ちなみに今はね8時11分なのでほぼ定刻通りですね。素晴らしいです。まあなんでね私が少なくとも乗ったやつはインドの電車はねもうね日本と変わらず定刻で出発したということです。はい、ではねタージマハルのある町アーグラにね行ってまいります。出発したんですけども、最初はねすごいノロノロで出発したんで、あれこんな感じで行くのか、これだと時間かかりそうだなというふうに思ったんですけど、意外とこうねスピードに乗るとめちゃめちゃ速い感じで、すごいね今プワーって勢いで行ってますね。はい、牛もいます。というわけでまあねこれまた水とは別にマンゴージュースみたいなのもらいました。はい、焼いていきます。勢いでもうね2人とももうオムレットにしちゃいました。というわけでまあね先ほどちょっとお菓子も食べたんですけども、まあ、改めて食事はね朝ごはんをいただきたいと思います。はい、ではこちら、あ結構でも機内で配られるやつに比べるとかなり軽く、あポテトがある、ポテトに
オムレットがなかなかあれですけども、僕は結構好みのやつなんでありがたいですね。これはちょっとテンション上がりました。こんな感じでトンボというケチャップとか、あとはなんかこうインドの可愛いねバターがあったりとか、これはパンかな、こんな感じのパンがあります。あ、これが普通のパンもあったね、はい、結構いいですね、うん、いやね、やっぱりね、こう電車の中で食べるって こんな感じでこうハンドスピナーみたいなのがありそうですか。どっちも使えるみたいな、使えないからこっちだけか、はい、本格的なね、あのプラスチックとかじゃなくて、ちょっと汚いのが気になりますけど、まあいいでしょう。ではいただきたいと思います。ケチャップをを食べたらもうぼちぼちね到着、まあまあそこまではいかないんですけどね、もうねまた休んだらもう到着しそうな勢いですね、うん、こんな感じで、まあね、あの Google マップだと電車のねこうルートっていうのは分かんないですけど、車だと3時間ぐらいあのたどり着くようなところで、まあね、で車よりも全然この電車の方が早いって感じですね、うん、こんな感じとなってます。まあニューデリーか日帰りもできますけども、私たちはもうねアーグラからまた別の都市に向かいます。もうアーグラ駅ね着いたようです。本当に9時50分ぴったりにね到着したね。素晴らしい。もう1分ぐらいの違いでね、あの今回移動することができました。本当にあっという間でした。いやーね、とても快適でした。はい、皆さんねこんな感じで今降りようとしているところであります。はい、お疲れさんでした。というわけでね、また荷物出して外にね出ていきたいと思います。アーグラ駅に到着しましたけど、どうでした？快適、快適、
快適な、ちょっと うるさすぎて、ま、たちょっと場所変えましょう。はい、どうでしたか。なかなか快適な車内です。そうですね、はい、というわけで、まあね、あっという間に着いたんで、ちなみに先輩言ってましたけど、今夜は夜行電車なんですよ。今夜が夜行電車。そうです言ってなかったんですけど、はい、なんでね、またあの次の動画でもね、あの夜行インドの、ね、夜行電車、多分、ね、そっちの方がもうちょっとインドの電車らしいのを映せると思うんで、ぜひともね、それも楽しみにしていただければと思います。というわけで、今からね、あのタージマハル、まあ、1日あの日中観光して、また夜にまた違う駅なんですよね、ここから。そんな感じで今回ただ多分ここで動画一旦区切ると思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。